皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、ギャップ理論で人は行動を起こせるというお話をしたいと思います。ギャップっていうのはですね、例えば今現状とかがあって、でそれが例えば欲しい未来とか、お客様にとってですよ、こういう現状があって欲しい未来がここにあって、この差が大きければ大きいほど、未来に対する期待値が高ければ高いほど、動こうって思いますよね。高すぎて諦めちゃう場合とかね、あるのかもしれないですけれども、ここを一つの基準値にして頑張れば、そういう素敵な未来が入るんだったら、じゃあやろうかなみたいな感じになるんですよね。でも例えばここにいて未来これぐらいですよって言われたら、こんな程度しか上がんないんだっていうのが見えちゃったら、動こうっていう気にならないですよね。だからこれぐらい素敵な未来が待ってるっていう期待値を見せるか見せないかがギャップ理論っていうところで、行動に起こすための転換するエネルギーになるんですよね。だから未来に対する期待値を期待して人は動く、動くっていうことが財布の紐を開くっていうことももちろん動くっていうことにもなるかもしれないし、未来に対する期待値に投資するっていうことに多分なると思うんですよね。じゃあこのギャップに向かわせる行動のこの未来をどういう状態で信じることができると思いますか？この未来のことを語ってる人が語った時に、どういう人が語るとこの未来を信じることができるかということなんですけどね、ちょっと考えてみますか。チッチッチッ、メトロノームがないですけどね、ここの未来を信じる声を信じて行動するかしないかは、この人がかつてここにいた人だったりすると信じられるって思いませんか？私は、決してその家庭環境とかはいい環境ではなかったし、別にそれは恨んでとかじゃなく、淡々とこなして今の状態を作っていってるんですけれどもね、反面教師というのにふさわしい父親がおりましたので、しっかり稼ごうっていうことでね、やるところで、そういう意味では人間教育をしてくれたんじゃないのかな、逆境に負けない強い心を作ることを手伝ってくれたんじゃないかなっていうふうにはね思ってるんですけど、だからはっきり言って どん底の自利品というか、新聞配達とかもやってますしね、そういう状態来ると本当お金がないけど、お金は作ることができるっていう、ここを努力したそのシナリオとストーリーは一緒か、シナリオストーリーがあって、それを体感している私がここができるよというふうにもしも言えば、それをやってるから信じられませんか？信じられるとしましょう。そしてここができるっていうふうに見えれば未来は変わるって思ってるし、なので私が一つ決めていることは、もちろんコンサルタントなんですけど、自分がやっていること以外はその成果としてね、ちゃんとデータが取れてるもの以外は教えないっていうのを決めているので、私はクライアントの誰よりも動くし、誰よりもそれをやっている、それでももちろんやったことがない領域に関して質問されれば、それはやったことはないけれどもこういう形になる可能性があるっていうレベルの話はしますが、自分が提案していこうと思うお仕事とか内容に関しては必ず自分がやって、だから新しい集客手法は必ず自分が試して、あ、いけるなっていうのしか教えないと決めているので、行動量はクライアントの10倍以上私は動いています。だから当然その動かなきゃいけないから、速度を速めるための時間管理術とか、いろんな知識を駆使してやってるわけなんですけど、だ結果そのやっていることを信じてもらって、なのでギャップが大きくても、ここから私ここできてるよっていうのを伝えるから、当然信じて皆さん頑張っていただく。だから非常識なっていうところの結構大きな改革、
今の自分から脱したいっていう人が私を選ぶケースが多いですね。これぐらいの変化を私させるようなタイプではないので、っていうか自分がつまんない、人生はドラマチックな方がいいじゃないですか、大逆転とかね、それぐらいに変えたいと、自分を変えたいと本当に決意した人がおそらく私を探し出してくれて、そして私もその人をそういうふうに導くことができるヒントを持っていると思っているので、まあ、そういう意味で出会えたらコンサルティングできるっていう、そんな感じにやってますね。だからギャップがないと人は行動しない、そしてそのギャップを伝える人がそのここだったことがあるっていう共感があって、物語が生まれて、そして言うことを聞けるっていうことは、この人はそれを経験したその実績を持って話さないといけないわけで、それがないとすごい薄っぺらな言葉になってしまうし、信用されないっていうことですね。だから行動のギャップは、あの強い欲しい未来に対しての同型憧れと現状との差が大きければ大きいほど、よしやろうっていう気持ちになるので、もしも今この動画を見ているあなたがここの位置に仮にいたとしても、ここを望むのであれば、それはギャップっていうことになるので、あとは行動すればいいだけですね。そこを理解して、行動しなければここですら手に入れることはできないので、世界を変える一番のキーは行動だと私は思っています。なのでそれは強いここを目指す、変わりたいと思う自分が、思いがね強ければ、その内容が行動に向かわせる、ギャップが行動に向かわせることなので、まずはねここを設定してみるといいんじゃないでしょうかと思ったりします。現状を変えられないっていうふうに思ってる人は、変えられないと思う自分を捨てて変えられるっていうふうに思考を変えるだけで、随分行動への近道になるんじゃないかなというふうに思います。それでは。